韓国ドラマ愛はビューティフル、人生はワンダフルのあらすじと見どころ。出演者の現在は、韓国では年間約100本のドラマが制作されています。近年では積極的に海外輸出されており、日本にいながら早い段階で話題のドラマを視聴できるようになりました。数々のヒット作が生まれている韓国ドラマの中から、今回は2019年に放送されたハートフルドラマ愛はビューティフル、人生はワンダフルをご紹介します。放送開始早々、視聴率 25% を超えた本作には一体どのような魅力があるのか、また出演者のその後も合わせてご紹介していきます。それではご覧ください。愛はビューティフル、人生はワンダフルはどんなドラマ。家族や恋人を大切に思いながらも、時にはぶつかり合い、それぞれが本当に幸せな選択とは何かを模索し成長していく、ハートフルなヒューマンドラマ愛はビューティフル、人生はワンダフル。長いタイトルで気になった方もいるのでは。放送開始直後から視聴率は 25% を超え、最終回には 32% を記録するほどのヒット作となりました。全100話からなる本ドラマは衝撃的な始まりとなります。いじめに悩む高校3年生のチョンアは、インターネットで知り合ったジュンギョムと命を絶つことを計画します。2人はしばらく楽しいひとときを過ごしますが、チョンアが眠ってしまった隙に一人川へ入っていくジュンギョム。ジュンギョムがいないことに気づいたチョンアは必死に辺りを探しますが、見つけたのは川の中に沈んでいるジュンギョムでした。冒頭からかなりショッキングな内容で、胸が締め付けられるような気持ちになりますよね。その後、チョンアから連絡を受けたチョンアの母ヨンエは、我が子が自殺幇助の罪に問われるのを恐れて、ジュンギョムは事故死したと警察に嘘の証言をします。この嘘がそれぞれの人生を大きく狂わす悲劇の始まりとなったのです。それから約9年経ったある日、警察官になるために試験を受け続けるチョンアは、アルバイト先でジュンフィと出会います。徐々に2人は思い合う関係になりますが、実はジュンギョムの兄だということが発覚し、ジュンフィはチョンアと距離を置き始めます。物語はその後も複雑に絡み合い、チョンアとジュンギョムの母ユラの対立、チョンアとジュンフィの恋の行方、チョンアの姉ソラの悲惨な結婚生活など数多くの問題が起こります。そしてどの問題にもジュンギョムの死が関連していくのです。長年憎んできた相手を許すまでの葛藤は、共感できる人も多かったのではないでしょうか。また我が子のためならと平然と嘘をついたり騙したりする母親たちの熾烈な争いも韓国ドラマならではでしたよね。2021年には日本でも放送が開始し、韓国ドラマファンからは複雑だけど面白い、とにかくチョンアがいい子すぎるなど様々な意見が寄せられました。出演者の現在は、フレッシュな若手俳優からベテラン俳優まで出演するドラマ愛はビューティフル、人生はワンダフル。続いては出演者について深掘りしていきます。ソルイナ・キムチョンア役。辛い過去を持ちながらもポジティブで天真爛漫な性格の主人公チョンアを演じたのは、女優だけでなくモデルや MC もこなすマルチな才能の持ち主、ソルイナさんです。難しい役どころでしたが、見事な演技力で本作で KBS 演技大賞優秀賞を受賞しました。デビュー以来年に1、2本のペースでドラマに出演を続けているソルイナさん。2020年出演の時代劇ドラマ鉄人オブコンでは感情豊かな役柄を見事に演じ、2022年にはドラマ社内お見合いでキム・ミンギュさんと演じたカップル役が大人気となり世間を賑わせました。人懐っこい性格のソルイナさんは、IOI 出身のキム・チョンハさんやキム・セジョンさんと仲がいいことでも有名です。実は元アイドル練習生だった過去があり、今でも歌やダンスは得意で番組でも披露していました。
イドル出身の方と仲が良いのも納得ですよね。プライベートでは無類のゲーム好きで、ハマってしまうと何週間もゲーム漬けの日々を過ごしてしまうのだとか。趣味に没頭できる集中力は女優業にも生かされているのではないでしょうか。2022年春には所属事務所を移籍し、女優業に対する熱意と安定した演技力に期待が高まっています。今後の活躍も楽しみですね。キム・ジェヨン、クジュンフ役。周囲にあまり関心を持たず、弟を亡くした悲しみを背負いながら生きるジュンフィを演じたのは、2013年に映画ノブレーシングで俳優デビューしたキム・ジェヨンさんです。父の勧めでモデルを始めたキム・ジェヨンさんでしたが、演技の世界に魅力を感じ俳優へ転身しました。俳優デビューするとラブロマンスや時代劇など様々なドラマや映画に出演し、2018年のドラマ100日のロー君様でブレイクします。最新作では演技派女優パク・ミニョンさんとの共演も噂されており、期待の新星としてますます注目を集めています。かつては日本食の料理人になることを夢見ていた時期もあり、多方面に興味を持つ広い視野と高い感受性はこれからの演技にどう反映されていくのか、今後も要チェックです。女優にキム・ソラ役。玉の輿に乗るためアナウンサーになり、社長と結婚したチョンアの姉ソラを演じたのはチョ・ユニさんです。出産後の復帰作となった本作では、妹チョンアら家族に冷たい態度をとったり、夫に不倫され、姑とも問題を抱えるなど、かなり苦労する役どころでした。モデルとしてミュージックビデオなどに出演すると、2002年のドラマオレンジで本格女優デビュー。30代になり演技が楽しくなってきたと語っていた通り、30歳の頃に出演したドラマダナボタのあなたではロングヘアをバッサリカットし、役への熱意を見せました。明るくさっぱりとした役柄も相まって、チョ・ユニさんの人気は一気に高まります。2017年には俳優のイ・ドンゴンさんと結婚し、子供も授かりましたが、2020年に離婚。離婚後のインタビューでは、娘には女優として頑張る姿も見せたいと仕事に励むことを誓っていたチョ・ユニさん。今後はどんな演技を見せてくれるのか楽しみですね。ユンバク、ムン・テラン役。義妹ヘランの不倫が原因で出会ったチョンアの姉ソラに、いつしか好意を寄せる心優しいテランを演じたのは、遅咲き俳優として話題となっているユンバクさんです。厳しい父に反対され、一時は俳優への道を離れますが、韓国芸術総合学校演劇院演技科に進学し、再び俳優を目指し始めました。26歳でデビューしますが、しばらくはヒット作に恵まれず、2014年に出演したドラマ「家族なのにどうして」が最高視聴率 40% 以上を記録し大ヒットとなり、それに伴い注目されるようになりました。クールな役が多い印象ですが、素顔は明るくおっとりしている性格だとか。役作りに対してはとても熱心なようで、キャラクターをよく理解し表現するために努力を惜しまない様子に周囲からも信頼されています。2022年出演のドラマ気象庁の人々では、挫折知らずのエリートながら恋愛においては情けない役を見事に演じ、再び注目を集めています。オミンソク、ドジヌ役。財閥の御曹司でチョンアの姉ソラの夫となったジヌを演じたのは、本作で KBS 演技大賞優秀賞を受賞したオミンソクさんです。2015年のバラエティ番組私たち結婚しましたシーズン4に出演すると、カン・イェウォンさんとの仮装夫婦ぶりが人気となり、一気に知名度を上げることになりました。ドラマ愛はビューティフル人生はワンダフル内では、不倫しながらも妻に復縁を迫るという役柄で、視聴者からは非難されるのを覚悟で演じたというオ・ミンソクさん。しかし実際は過ちを認めた後に一途に復縁を信じ続けるジヌの姿に、早くよりを戻してほしいとの声があり驚いたのだとか。今後は与えられたどんな役も自身の演技の幅を広げるために前向きにチャレンジしたいと語っていますので、
今までとは違ったお民族さんが見れるかもしれませんね。まとめ、今回は大人気ドラマ愛はビューティフル、人生はワンダフルについて出演者の現在とともにご紹介しました。主人公チョンアラの揺れ動く感情は普段の生活の中でも身近に感じられるものばかりでしたね。自分ならどうするだろうと考えながら視聴するとまた違った見え方になるかもしれません。ドラマは終了しましたが、フレッシュな出演陣の今後の活躍にも注目しましょう。ご視聴ありがとうございました。